そしたらですね、さっき歌ったスタッフの子、ゆうたろうって言うんですけど、ゆうたろうも僕の弟みたいに、一緒に音楽をやってる、一緒にとかお互いそうなんですけど、それでね、ツアー全部スタッフについてきてくれてて、さっき一曲歌ったんですけど、ゆうたろうとね、一曲初めて、一緒に歌ったことないんですよ。僕が路上を始めて2年半、3年前くらい、もちろんさ、福岡から東京出てきて、一人もいないわけですよ、路上で歌っててね。今ではさ、そんな、なんかオリコン撮ったりとかできてますけど、そこで出会ってきた人たちと一緒にそうやって歩んできてるわけで、その時に誰も止まってない時にこいつファンやったんですよ。そう、止まってファンやって、そっからそのなんか警察官を目指してたんですけど、僕何か人を救いたいみたいな思考から、もともと音楽も好きでって、それにこう憧れて音楽を始めてくれてるんですよ。可愛いでしょ。そんなストーリーがあるんです。だからこうやって今ね、一緒にこう音楽をやってて、すごいね、僕もそうですけど、やっぱりこう格好つけて音楽をやってる人なんてたくさんいるんですよね。だから音楽をいっぱいやってる人がいる中で、どうやったら俺ら M ステ武道館ドームツアーってその本当の頂点まで行けるのかって考えて、遊びで路上やってるわけじゃないし、仕事としてガチで路上やってます。でもマジでそこまで行けるって信じて歌ってます。ゆうたろうもそれは一緒なので、そこのマインドが同じなのでね、こうやって一緒に少しでもゆうたろうの、ね、名前も知ってもらえたら嬉しいなと思うので、初めて、マジで初めてね、一緒に歌うので、ぜひ聴いててください。栄光の歌い方は、それでもね、できたらなと思います。ということで、いきましょう。お願いします。でね、今日の夜、あ、みんなさ、いっぱい写真とか動画とか撮っとうと思うじゃんね。で、これ終わった後一緒に写真撮ったりするじゃん。ハッシュタグ回帰でみんな SNS にバンバン上げましょう。で、今日の夜ね、インスタライブするので、ぜひ見に来てね。そこでね、たくさん名前を覚えたり、インスタライブで名前とかを覚えたりね、できるように、こういつもなんかめちゃくちゃゲリラでやってるんですよ、コインランドリーの待ち時間とか。なんでぜひ見に来てください。行こうか。なんか適当なわけに。なかなか福島もね、来れることもないと思いますけど、なんかライブでね、こうやって福島にまた戻ってこれるように俺ら頑張っていくので、ぜひSNS つながってね、見とってもらえたら嬉しいなと思います。誰にも見せない涙があった人知れず流した涙があった決して道ではなかったけれど、確かに歩んできた道だ。あの時
今の動画はすごく貴重になりますので、はい、ぜひ撮っていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい